東京株式市場で日経平均株価が昨日史上初めて4万円台に到達しました。その背景と私たちの生活への影響を取材しました。今日、ファイナンシャルプランナーの元を訪ねてみると、ライフプランの個別相談が行われていました。過去最高って言ってるからすごいな。はい。はい、すごいんだろうなって思うけど、それが私たちにとってどう生活に関係していくのか。日経平均株価は昨日史上初めて4万円を突破。今日も大台をキープしたまま取引を終えています。ライフプランの相談に訪れていた安藤さん、今後投資も始めたいと言います。自分に一番合ったその投資の方法を見つけて、本当今後老後ですかねとか、娘子供たちにとって少しでも潤った生活ができるような資産運用ができていけたらいいなと思ってますけど、国の方も貯蓄から投資へということでこうニーサを推奨している中、イデコの整備をしたりとか、そういった中できっとまたニーサとかね、そういった資産運用の相談というのもだいぶ増えてますので、今後さらに増えていくんじゃないのかなとは思います。こちらはバブル期の1989年からの推移です。2008年のリーマンショックの時につけたバブル後の安値7162円から見ると、実に5倍以上の値上がりです。今年だけでも6500円以上を値を上げています。この背景について岡三新潟証券の橋本嗣博さんは、理由は大きく3つあると指摘します。一つは国内企業の変化です。インフレ経済になろうとしているところで、そういった稼いだ利益を今度は投資に回そうとしていると、設備投資であったり人材投資に回そうとしているという企業自体の変化ができてきていると。大企業を中心に賃上げが行われるなど、これまでお金を貯め込んできた日本企業が設備や人材に投資し始めたことを投資家が評価しているということです。もう一つは半導体需要の波。近年海外の半導体メーカーが製造工場を日本に作る動きもある中、半導体が使われる生成 AI の需要拡大への期待から関連する株が買われているといいます。さらに海外環境の変化もあります。中国経済が失速したことで投資家の目が中国から日本株にも向き始めたといいます。しかし株価が上がっても景気が良くなった実感がない人が多いのも現実。なぜそうしたズレが生まれるのでしょうか。これから景気が良くなりそうだとか、そういった実感じゃなくて、これが先行きの感覚というところを捉えて株式市場は先に上昇していくというところなので、景気と株式市場のところでは多少ズレが生じる場合が多いです。これからですね、大企業を中心に首都圏からこちらの地方の方に、また中小零細のところに賃金上昇の波が今後ですね、来るということになると、恩恵も今すぐではないですけども、今後今年来年というところで少しずつ広がっていくかなというふうに思います。バブル期を超える株価の上昇、今後私たちの生活に連動することが期待されます。